金曜日18時になりました。こんばんは、西陣180です。京都西陣で、これまでのものづくりを180度ひっくり返すようなことがしたいと、作り手3人で活動しております。本日は、今川夫婦でお届けしております。今日のテーマは何でしょう？今日は、実は僕たちの、10年来以上のお付き合いの、着付けひらりの平田さんをお迎えして、いろいろとお話を伺っていこうと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。これを横にこう引っ張ってあげると綺麗になると思います。おはしょりの部分を下に引いてあげるとぴったりします。でこのめっちゃ気持ちがいい。あ、背中がです。着付けひらりの平田理沙と申します。一般的にこう着付け師さんって聞いて皆さんふわっとしたイメージしか持ってらっしゃらないと思うんで、もうちょっとこう踏み込んだところのお話をお聞かせ願えますか？はい。例えば京都市内で着物を着たい方がいらっしゃったり、結婚式に行くとか茶道でお茶会に出るっていう方の着物をお着せしたりを、ご自宅にお伺いしたり病室に出向いたりして着付けをしたりしています。あとは例えば結婚式の前撮りとか、結婚式当日の花嫁様のお支度をしたり、七五三とか成人式、そういう冠婚葬祭なんかで着物を着る場面に着物を着るお手伝いをしています。あとは、着物の着方を自分で着られるようになりたいなっていう方にお教えしたりっていうのもしています。あと他に着物を着ることにまつわることで、例えば着物の手入れのこととか、そういう細々したこともご相談を受けたまわっています。実際レッスンにいらっしゃる方ってどんな方がいらっしゃるんです？そうですね、一番多いのは私と同世代ぐらいの方が多いかなと思うんですが、お若い方だと高校生ぐらいの方もいらっしゃいますし、あとはもうお子さんが手が離れてしまってちょっとゆっくりしてるような50代60代とか、もうちょっと年上の方も着付け教室には来てくださいますね。まあ、もう着物をね実際着て歩いていらっしゃる方っていうのはとても優雅に見えるんですけど、実は着付け師さんってこうここで着付けしたら次こっちで着付けして、なんていうのかな、西で着付けしたら次東で着付けして、次の時間また西に戻らなきゃいけないみたいな感じで、結構皆さんが優雅に着ていらっしゃる裏で結構忙しく動いてらっしゃる。結構行動範囲とかっていうのはどのあたりぐらいまで OK なんですか？お伺いして着付けをさせていただくっていうのは京都市内の中心部でお願いしています。はい、まあ、実際問題は自分で着物着れない人かって思うと、朝美容室行って帰ってきて着付け師さん来てもうてで、ね、当然全部揃ってのあかんしとかっていうと、こうすごく何重にもこうクリアしなきゃいけないハードルがある。そういう意味ではこう平田さんっていうのはそのハードルがあるなと思ったら、平田さんなりにそこの超え方をその人に提案していってはるっていうようなイメージがすごくあったりもして、ありがとうございます。まあ、実際そういう中で一つこう、ね、ご自宅まで訪問して着付けするっていうのもその一つなんだろうけど、実際問題雨の日とかも大変ですよね。そうですね、天気に関わらず結構京都市内の移動って渋滞、観光シーズンとか渋滞するともう身動きが取れなくなってしまうので、なので渋滞の影響を受けにくいバイクでの移動をするっていうことが多いです。まあ、そういう意味では平田さんがこうお着物姿じゃないシーンなんかも知ってるんですけど、やっぱり、着付けするとき着付け師さんとしてのなんかやっぱ服装とかにもとてもなんか普段の自分の着たいものっていうよりは何かしら意識して着てはるんだろうなとは思うんですけど、その辺も何かしらこだわりとかなんかあるんですかね？そうですね、なんかやっぱりこう着物を着るお客様がその日の主役であってほしいので、なので自分は引き立て役ですとか裏方ですっていう感じで黒い服を着ることがすごく多いんですけど、でも最近は親しみが持てるかなっていうので普通の私服でお伺いすることもあります。まあ、普通の私服って言ってもそう、まあまあですけど、そこを考えてるということですよね。そうですね、はい、全身スパンコールみたいな感じではそうですね、口が平田さんが着付け師にならはったきっかけなんかをお伺いしたいなと思っております。はい、
着物が好きになったきっかけっていうのは実は成人式なんですけど、普通女の子って例えば親御さんがとかおじいちゃんおばあちゃんが振り袖着なさいっていう風に勧めてくれて、それで着物を着る、初めて袖を通すっていう方が多いかなと思うんですけど、私はいろいろあってちょっと成人式には振り袖を着られなかったので、あの祖母に着物を着せてもらって、それを祖父が写真を撮ってくれてっていうのが成人式の思い出なんです。でそれがすごくこう自分にとって、あ、着物ってすごく楽しいものっていう印象を持ってる出来事だったので、そこからなんかすごく着物が好きになってっていうきっかけです。なんかこう僕らみたく家業を継ぎました、そしたらこう和装業界でしたっていうのが多分マイエティ全員そうなんですけど、こうそういう気持ちで業界に入ってきてくださる方がいらっしゃるっていうのはなんか本当にありがたいなというのか、自分たちのしてる仕事というのはそんだけ誇りが持てる業界だなというふうに思います。お仕立て屋さんにね、一時いらっしゃって、はい、で、採寸とか僕たちもこう誰かのために着物を作らせてもらうことがあった時に、身長がこれぐらいでこれこういうサイズの方やねんけどどんな風に仕立てたらいいだろうなんて相談を実は平田さんにすごくさせていただいてた。僕ら自身がどっちかと着付けの相談をするというよりはもうこの仕立てについての話ばっかり平田さんに相談してる時期っていうのがありましたね。なので私自身が塗ったりとか何かするわけではないので、すごくこう細かいこう寸法のこととかはやっぱり和裁師さんと相談したり、この人こういう体型でこういう着方しはるからこうがいいかなと思うけどどう思うみたいな感じで意見をもらったりはするんですが、もともとはその染み抜き屋さんとか染み抜きとかそういういろんな着物の加工をしてる会社で働いていたこともあるので、なのでこう寸法のことであったり着物を汚れた後どうしようとかリメイクの方法とかってどうかなっていうこともちょっとご相談乗らせていただいたりしています。実際あの着付けに行かれてて、お客様とこう対応されてる中でどんなこうハードルがあったりするんですか？そうですよね、例えばこうもらった着物だけどサイズが合ってるかなっていう、まあ、ご質問があったり、着た後の始末はどうしたらいいんだろうっていうご質問をいただくこともあるんですけど、やっぱり特に多いなって思うのがヘアセットに関することで、私自身も髪の毛が長かった時は着物を着る時に髪の毛どういう風にまとめたらいいんだろうとか、なんか綺麗にまとまってるかなとか、そういうことがすごく不安だったり上手にできてるかなって心配になったりしてたので、なのでまあ美容師さんたちに習ってヘアセットの勉強もしたりっていうのをしてます。なるほど。自分の仕事をお客さん目線で見たはんのかなって思うことが何回もかあったんですけど、はい、そういう意味ではこう平田さんがこう着物を着る人に対してこうパッションの部分ですよね、はい、どんな思いでこう接したはんのかなと。自分の単なる仕事って割り切ってるわけでもないやろうし、やっぱり自分の場合は着物を着て楽しかったから一緒にみんな楽しんでくれたらいいなっていうのがスタートなんです。着物を着ることに対してどうやったらもっとこう着物を着たいなって思う気持ちをサポートできるのかなとか、着物を着たいって思ってる時の障害をちょっとずつこう払いのけてあげられたらいいなっていうのはいつもすごく思います。僕なんかこう作ることへのパッションもあるけど、それを実際着てくれる人の苦労のところって、まあ、僕自身が男性だっていうこともあってあんま分かってないんですよね。着付け師さんが実際皆さんが着るときにどうなんだろうっていうことをすごく意識してくださるっていうのはやっぱりみんなで一つの業界にいるんだなっていう気はすごくしますよね。自分が着て楽しいがやっぱりすごく大事だと思うので、なので、まあ、こうお着せするときも自分が着てこういう風にしたら楽だからそういう風にこう着せてあげたいなと思ったりすることもありますし、こう人生の節目とかその人のすごい大事な一日に関わらせてもらえる、そこで着物でお手伝いさせてもらえるっていうのはすごいなんかありがたい仕事だなっていつも思います。この仕事って非常にそれを感じる瞬間多いですよね。はい、多分腹立って気分悪いなと思ってる時に多分うちの帯を締め張ることもあんまないやろうし、って思うと誰かのこうハッピーな瞬間に自分は一部関われてるというのはなんか仕事をやってるモチベーションとして非常にありがたいですよね。そうですね。
今日はね、あの平田さんせっかく来てくださっているんで、あのちょっと個人的に聞きたいことがあるんですけど、はい、あの着物をこう今日着てるんで、あの聞きしたいんですが、こう着物を着てるとこういろんなところに、ね、うん、余りじわができるんですよ、はい、私特にこの胸とか背中とかにしわ寄っちゃうんですけど、はい、そういったところとかっていうのはどういうふうな工夫をしたらいいんでしょうか。そうですね、胸元のこの辺のシワっていうのは結構手を上げたり下げたりするとどうしても多少出てきてしまう部分もあるんですけど、あんまりここがわっと出てるとちょっと疲れてはるかなっていう感じに見えると思うんで、この胸元に紐をかけた時にしっかり下に引いておくといいかなと思います。なるほど。あとはあの動いてるとワッと出てきたりするんで、こう体の横に流す、で背中側のシワなんかもあの背中の真ん中から両サイドに向かって引っ張ってあげると綺麗に見えるかなと思います。なるほど。こう帯を締めてしまってからこう調整する時とかっていうことはなんか裏技とかあるんですか。あの帯を締めてしまってからでもすいません、ちょっと失礼します、はい、この辺はグッと押し込んでください。ふーっと押し込んだりって、こういうことですね。そうです、そうです、流してあげたりするとすっきり見えるかな。ここに締まってあげることですね、うん、背中はどうですか。背中側も、はい、あ、すいませんね、すいません、はい、あのこれを横にこう引っ張ってあげると綺麗になると思います。今はこのお太鼓の上にこういう風にたるみが出てしまってるので、はい、ちょっとお太鼓のタレめくってもいいですか。どうぞお願いします。はい、します。あのこのお太鼓のタレをめくったここにおはしょりがあるので、このおはしょりの背中心をぐっと下に向かってこう引いてあげれば、お前綺麗になった、綺麗になった、ありがとう。あのおはしょりの部分を下に引いてあげるとぴったりします。あ、でめっちゃ気持ちがいい。背中がですで、この脇のところ、はい、後ろ側の脇のところちょっとふわっと出してあげた方が、はい、あの手を動かす動作がしやすいと思うので、ここはふわっと出してあげた方が、そこはあまり気にしなくていい、うん、気にしなくていいと思います。あの背中が綺麗に見えるポイントって、この肩甲骨と肩甲骨の間にシワが寄ってないことだと思うんです。ここはあのシワが寄ってるとすごく目立つんですけど、この手の近いところ両脇のあたりはやっぱり手を上げたり下げたりすると出てくるし、そのことで自然なシワができるので、この辺のシワはそんなに頑張って取らなくても大丈夫だと思います。なるほど、ありがとうございます。めっちゃ気持ちよくなった結構すごいテクニックさらって言ってません。全然もうあの普通と思ってましたありがとうございます。いえいえ、はい。で続きで、はい、あのもう一つあの聞きたいんですけれども、はい、今ちょっとあのお太鼓ですね、はい、あの自分ではなかなかこうどれがこう綺麗な形なんか、うん、かっこいい形なんかっていうのが私もちょっとこう悩んだりする部分あるんですけど、はい、平田さんはどういうふうな考え方っていうか、あのどういうのが綺麗な形だと思っていらっしゃいますか。そうですね、あのお太鼓の大きさについては、例えば背が高い人とかふっくらしてらっしゃる方とか、あとおめでたいことの時っていうのはちょっとお太鼓を大きめにした方が綺麗に見えるかなと思います。逆に普段着とかすごくあの背が小さい方とか、あのおめでたいことの反対、ちょっと悲しいことがあった時なんかは小さくしてあげた方が控えめな雰囲気が出ていいかなと思います。なるほど。あとは私はあのお太鼓の形はひらがなのこの字みたいな、こう上も下も丸い形があの自分では、はい、好きなんですけど、でも あんまり教科書通りにこだわらなくても、その教科書通りからはみ出た部分っていうのがその人の着付けの好みであったり個性の部分だと思うので、全然あのこういうのが好きっていうのがあったり、なんかこういうふうに私は自分のことを見せたいって思うポイントがあれば、そのお気持ちに沿って教科書からちょっと違うことをしはっても、それがその人らしさで素敵なのかなと思ったりもします。なるほど、ありがとうございます、はい、であと着物を着てですね、まあ、美しくこう着れました、で出かけますってなった時に、やっぱりこう一日出かけた時にだんだんこう着崩れていくのも悲しいじゃないですか、はい、なのでこう一日こう綺麗な着物姿をこう保つためのなんかこうコツとかあったら教えていただきたいんですけども。そうですね、ちょっと立っていただいてもいいですか、はい、結構あの皆さんノーマークなんですけど、ここなんです、このおはしょりのところが、あのこのまま続いていいですか、はい、はい、すいません、はい、
立ったり座ったりするとこうめくれ上がったりシワが寄ったりすることがあるので、ここをこの帯と体の間に指を差し込んでスッと真ん中から横に向かって引いてもらうとおはしょりは綺麗になるかなと、はい、思います。ここは結構折々に触ってもらうと綺麗になるかなと、こういうことですね、はい、生きてる人だと思います、はい、あとはこの胸元とかもちょっとこの辺がふわっと出すぎてるなと思ったら指でしまい込んでもらったり、はい、はい、なのでこう着て一番最初から絶対終わりまで着崩れない着付けを目指すっていうよりも、もう時間とともに変化していくのは当たり前と思って、例えばお手洗いに行ったタイミングとか、こういうタイミングこういうタイミングでちょっと手を入れて整えようっていう時間を取ってもらう方が、誰にでも綺麗に着姿をキープするコツなのかな、やりやすいコツなのかなと思います。私なんかはいつも同じところがこうちょっとなんていうんですかね、こう崩れてきたりとかするんですけど、はい、そういう場合とかってどうしたらいいんでしょうか。なんかそういうことがあるときは、所作が悪いっていうよりも、そもそも紐の当たってる場所が悪かったり、締め加減が弱すぎたり強すぎたりすることもあるので、その辺を着付けの時にもう一回チェックしてもらったらいいのかなって思うのと、あとはやっぱりその日の一日の動きによって、例えば立ったり座ったりが多いときはちょっと裾短めにしておいた方が踏まないよとか、あとは今日雨降ってて汚れるかもと思ったらちょっと着物の裾短めに着とこうかなとか、なんとなく今日は一日こんな感じっていう予定をイメージして着付けができるともっといいかもしれないですね。なるほど、確かに。じゃあ最後に、なんか告知事項とか、はい、こんな SNS 利用してるんでぜひ見てくださいとか、はいはい、そういう告知の方をよろしくお願いします。ありがとうございます。SNS はいろいろやってるんですが、お仕事のこととかワークショップのこととかいろいろ一番更新頻度が高いのはインスタグラムなので、インスタグラムフォローしていただけるととっても嬉しいです。こちらですね、はい、平田さんに着付けをお願いされたいっていう方がいらっしゃったらどうしたらいいんでしょうか。はい、その時は着付けヒラリーのホームページのお問い合わせフォームから、着付け教室も着付けに関するお問い合わせも受けたまっておりますので、よろしくお願いします。これもこちらに出しておきましょうかね。いかがでしたでしょうか。では次週からは、平田さんに、ヘアセットについてのお話をお伺いしようと思います。こういう U ピンで髪の毛を横に広げて、この広げた部分を U ピンで固定していきます。なかなかヘアセット困ってる人いると思うんですけど、とても参考になるお話が聞けると思うんで、ぜひ次週以降も見逃さずに見てください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、言ってくれはったんでね、平田さんのインスタグラムの方のフォローもよろしくお願いいたします。ということでね、せーの、また来週。